さっす、なのかです。今回は新年明けましておめでとうございますということで、登録者3万人記念ということで、部屋紹介動画を撮っていきたいと思います。はい、僕の部屋はこんな感じですよっていうね、動画になります。はい、でね、まずはこちらのここの方から紹介していきましょうかね。はい、よいしょ。上からヘッドホンスタンドになってますね。100均とかで見るあの網に、まあフックをね、このフックはなんか結構ねレアでね、なんか一つのところにねしかなかったんで、ちょっとまとめ買いしたんですけど、ここに ATH-A900X っていうね、前僕がよく勧めてるオーディオテクニカのヘッドホンになります。隣がこうベイヤーダイナミックの DT990 Pro となってます。ナナさんとかね、そういうまあ打ち込み系が結構得意でね、うん、これはね音楽聴くようですけどかなりおすすめですよ。で下の方に行くと、ここはオーディオテクニカのですね、ちょっと暗いな、明るくならないATHW1000 というモデルですね。このモデルもね、なかなかもう今は生産されてないんですけれども、かなり高音がきらびやかで澄んだ音になるんですよね。これがゼンハイザーの HD650。 まあね、上位モデルいろいろね、これ以上の高いヘッドホン買った人でもやっぱりこれがいいって言ってね、これに戻ってくるくらいかなり万能機種なんですよね。はい、でここにまああれですね、ナノハの映画があった時のチビキャラたちを並べてたり、ちょっとね、まあファブリーズ代わりといったあれなんですけど、まあアロマですね。まあそんな大層なものではないです。そしてこちら CD ラックとなってますね。まあこちらにはね、こうドンと、まあ今はそんなに整理してないんですけど、アーティストさんをねこうバーッと並べて一応いるんですけれども、まだ全然ね、まあ、ちょっとまとめてるぐらいでね、あんまりなんですけど、アニソンばっかりです。アニソンのあれですね、シングル曲が多いですね。アルバムはちょっとまだね、タイアップ曲がそこまでないので、とりあえずシングルをねかき集めてるところです。そしてこちらの方に行くと、ドンとねちょっとしたオーディオですね。ケンウッドのこうシリーズになりますね。これがソニーのオーディオタイマーって言って、まあオフタイマーとかテレビにあるじゃないですか、電源がね勝手に切れるやつ、あれですね。あれをここでまあ調節したりするわけですよ。でこれがグラフィックイコライザーって言って、まあつけると、まあちょっとね、これあんまつけてもあれかな、なるかな、一応なるんですけどね。このやつをこういう風にやると、まあこういう風にやると、まあグヤグヤグヤってなるわけですよ。イコライザーですね。でこちらは CD プレイヤー。まあこの CD プレイヤーもそんな使わないんですけどね、ここでねラジオとか聞いてます。でこのスピーカー、このスピーカーはサラウンド用のねスピーカーになっていてね、かなり大きいですよ。ダイヤトーンの DS77Z っていうね、これもねなかなかいいスピーカーなんですよ。でもねやっぱりちょっと今はメインからね降格しちゃったんですけど、これがねネット。でこっちの横にあるのもサラウンドスピーカーで、ソニーの ASS-GT77 っていうね、まあスピーカーになってます。でこれがまあさっき鳴らしてたあれですね、あのラジオ用の音響のスピーカーになります。あんまりねこれは1000円だったんで、おお安いじゃんって思ってね買っただけなんで、特に思い入れはないんですね。でこれがナナさんとかのペンライトと iPad 初代ですね。初代も使わないんですよね。でこちらがこうナナさん専用の、うわー、そうか、釣り竿釣り竿がね、あのもらったはもらったでいいんですけど、自分が行かないもんでね、ちょっとこういう時に倒れないでいいのにな。こ
こういう感じでナースのシングルがね、バーッと並んでるわけですね。こういうふうに。あとは、ここにミュージッククリップとかね。で、ここのね、扉のところのここにね、CD が挟まるようになってて。で、こちらも同じように。こちらは、ライブとか、ブルーレイとか映像関係ですね。のようなものがバーッとあるわけですね。で、こっちに行くと、まあ、スピーカーなり何なりあるんですけど、まずこちらからね。これがオーディオテクニカのね、マイクになってます。あんま使ったことないんですけどね、これ。置き型のスタンドはね、ちょっと、振動がね、結構、音として入っちゃうんで、机に置いてやってたらあまりにも振動がうるさかったんで、取らずじまいですね。で、こちらに、あれですね、まあ、スタンドです、スタンドじゃないや。まあ、ヘッドホンアンプ、ソニーの HA1 だったかな。PHA1 か。PHA1 ですね。モバイルバッテリーだとか。まあ、こういうね、USB 機器をね、アンカーの、よくわかんないやつ、5つね、させるやつで、まとめて充電しまくってます、ここでね。で、これが、第3世代ぐらいの iPad ですね。解像度が一番良くなった時のやつですね。いつも半身浴で使ってるんですよ。で、こちらが、フォステックスのサブウーファーになっていて、これなんだっけかな。型番はちょっと忘れちゃったんですけど、こういう風にね、なってるんですよ。こういうピンズをね、こうつけてるんで、ちょっと重たくなっちゃってるんですけど、こういう風にね、低音をボーンって出すとね、ピンズがこうやって、ボワーって揺れるんですよ。そういう感じですね。かなりね、上質な低音をね、提供してくれます。これね、普通にサラウンド用じゃなくても、普通にオーディオ用として使えるぐらい、かなり低音がね、いいんで、おすすめですよ。で、ちょっとこっち行きますと、こっちはフィギュア。これはヘイトちゃんですね。で、まあ、こういうふうにタオルをですね、やってるわけですね。まあ、音をね、吸ってくれるかなーっていう 思ってちょっと貼ってるだけなんで、あれなんですけど、これがサラウンド用の JBL のスピーカーです。サラウンド用はね、これと、もう一つ、B&W685 っていうね、モデルのね、スピーカーを使ってたりするんですよ。これはソニーのなんか、サラウンドなんかヘッドホンアンプみたいな、よくわかんないやつですね。使ってないんですよ。で、これが、金がね、僕が使ってるミキサーですね。この緑色のね、これをね、高音、中音、低音ってね、音を変えられるんですよ。だから、どこかの音が欲しいときはこう右に、いらなかったら左に。で、僕は低音をね、左に目いっぱい、いらないんでね。バンバンとか、なんかボー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 空気の音がね、入っちゃうんで、切ってます。なかなかこういう機能はね、ミキサーは使えると思いますよ。で、まあ、これがメインのスピーカーですね。ダイアトーンの DS2000。このスピーカーはですね、素晴らしいスピーカーで、もうなんかすごく澄んだ音をね、出してくれるんですよ。このユニットがね、上のこの2つのユニットが特徴的でね、このユニットがね、特にね、結構割れやすいんでね、オークションだったらよく割れてるやつがあるんですけれども、まあ、取り扱い注意のスピーカーなんですけど、なかなかね、僕好みの音を出してくれて、僕は大満足ですね。で、こちらが、いつも使ってるマイクですね。ソニーの ECM。ちょっと待ってよ、どうでしょう。ECM2 3F5 っていうね、なんかあんまり検索してもヒットで出てなかったんですけど、中古でなんか買いましたね。さすがにね、そんなにマイクにお金はかけられないだろうって思ってた時期なんで、結構昔に買ったんですよね。で、こういう風にね、ポップガードつけて、こういう風にブームスタンドですね。これでいつも僕は実況してます。このスタンドの方がね、便利なんですよ。ここに置いてたら、このね、机のトントントンって音がね、マイクに入っちゃうんですよ。置き型だと。そんなもんで僕はこういう風にしてるんですけど。で、この机の上のね、このキーボードが、ロジクールのワイヤレスのなんかキーボードですね。まあ、なかなか使えるんですよ。このワイヤレスのキーボードちゃん。まあ、時たまちょっと充電切れるとね、あれだったんですけど、こういう風に、このコントローラーがパンパンと置いててね、もう机ほんとちっちゃいんですよね。こういうなんか折りたたみの机でね、必要最低限で。いらないときはこうパタンって畳んでね、オーディオを聞くときにね、そういうことやっちゃうんで。
可動式にしました。で、これがいつも使ってるサウンドヘッドホン。でもね、これゲームで使わないんですよ。ゲームでは使わずに、さっき紹介したね、いろいろなヘッドホン使ってやってるんですけど、これは主にパソコンの音とか、編集の時に使いますね。ワイヤレスなんで便利なんですよ、結構。これ結構ね、ワイヤレスで電波飛ぶんで、ソニーのワイヤレスヘッドホンはおすすめですよ、本当に。部屋からトイレまでつけてってもね、聞こえるぐらいいいんで。で、横についてるこれが、オーディオテクニカのヘッドホンハンガーですね。まあ、ここにヘッドホン、違うヘッドホン聞いてたら、ここにポンポンって置くみたいな、そんな感じですね。これもなかなかね、こう、革になっててね、結構便利なんですよ。しまえたり、いらないときはね。あと、コントローラーもね、こういう風にね、置けるんですよ。こうやって。こうやって置けるんでね。置き方というか、使い方あれなんですけど、まあ、こういう使い方もありますよ。で、こっちのメインのね、モニター。こういう風にね、皆さんモニターを聞かれるんですけど、僕、これフロンティアのなんかよくわかんないんですよ。このフロンティアの安いモニターなんで、そんなになんかゲーミング用とかそういうわけではないんですよ。こういう風にね、アームつけて、で、右の方もね、縦に使ってます、僕は。1920×1200 のね、ちょっとワイドな、ワイドじゃない、ちょっと下がね、あるようなモニターを縦に使って曲とかの管理が楽なんですよ。あと YouTube とかのね、あれも結構横に必要ないんでね、必要最低限で済むんで、便利ですよ、縦は。で、これが、ここに、なんか地味にあるのが、これ、クリエイティブな、前使ってたやつですね。ヘッドホンアンプたちです。で、ここのアンプが、マランツの SR6003 っていう、まあアンプですね。ゲームへの映像出力、光デジタル出力、HDMI 出力などはここで全て持ってるような感じなんで、まあ、すべてここで管理一括してますね。でも、オーディオ用は違いますね。ステレオとかそういう風な曲聴く用はまた別です。で、こう、下がってくるとヤマハのアンプがあったりして、で、ヤマハのアンプの下に、この音響のプリアンプですね。ボリュームですね。で、パワーアンプがあると。まあ、でも下のね、まあ、センタースピーカーも大きいんですけど、あれよくわかんないですけど、ちょっと放置しておきますね。で、この上にあるのがソニーの CD プレイヤーで、 MD プレイヤーで、ダットデッキで、サラウンドイコライザーで、これが DVD プレイヤーって使わないやつらですね。ちょっと邪魔ですね。処分しようかなって思ってるんですよ。で、このパワーアンプね、これがなかなかいいんですよ。ちょっと音楽流しますね。といった感じで、こう揺れるんですよ、音で。音の大きさですね。そのスピーカーにどれぐらい今電力を送ってるかで触れてくるんですけど、これがまたいいんですよね、男のロマンってやつです。で、ここら辺ここら辺ね、パソコンの配線やらキャプチャーボードの分配器あって、これ PS3、PS4 で、ここに伸びてきて分配器があるという感じで、その分配器でこう分けてるんで、ここにね、セレクターがついてます。セレクターで PS4 にするか PS3 にするかっていうのをやってますね。で、たまに接続が悪い時あるんで、こっちのね、やつで抜いたり刺したりってすることでやんないとね、たまにどうしようもない時があるんで、それを分配器で補ってます。はい。でもね、ちゃんとこういう風にね、スピーカーこうやってポンポンポンって置いてますけど、これ以外は、これと、この JBL と、このダイヤトーンは、ちゃんとね、セッティングをしてますよ。角度とか、距離とか、そういう感じですね。糸でね。まあ、やり方とかいろいろあるんですけど、詳しくはね、調べてみてください。多分やってるとこあると思うんでね、ステレオサウンドの、方法なんですけどね。で、ここに、こう、リモコンがね、プロジェクターのリモコンなり、こう、アンプのリモコンなりがあるんですよ。この上にね、スクリーンがあって、反対側に、こう、プロジェクターがあるという感じですね。ソニーのなんか、プロジェクターでね、意外と遅延がないんですよ。プロジェクターは遅延が結構あるんですけどね。
だからゲームをね、頑張ればできますよ。録画はできないですけど。これがバランツの HD ダック1。で、これがホステックスの HPP1。で、これがなんか、よくわかんないやつですね。よくわかんないって言っても、DDC ってやつですね。デジタルダック。そう。あ、コンバーターだ。デジタルコンバーター。そう、そんな感じ。これがヘッドホンアンプですね。アイバス、そうだったっけな。で、iPod クラシックの 160GB バージョン。で、ここにまたね、小物入れがあったり、こうリモコン立てがあったり、こうバーっとね、左は全部これクラシックです。全部クラシックの CD で、これがアニソンですね。さっきの棚に移動して残ったアニソンたちですね。まあね、またこう、さっきのラックのところにね、ここをね、まずこう、どかして、この下にあるね、これメインのヘッドホンたちですね。スタックスの、007、SR007A っていうね、モデルがあって、そのモデルをね、どうにかして活かしたいので、これをこっち側にやろうかな、みたいなことを調べてるというか計画立ててますね。これが、ビクターの CD プレイヤー2台になりますね。ほとんど同じなんですよ。なんでね、まあ、下はパソコン用みたいな。何用って分けてます。ヘッドホン専用、パソコンの、さっきのスピーカー専用みたいなね。そんな感じで分けてます。これがね、ヘッドホンスタンドもちょっとちゃっちいんですけどね。しょうがないですね。まだなかなか置き場が決まってないんで、動くに動けないんですよね。で、こちら側に来ると、まあちょっとね、USB ケーブルとか入れてたりするわけですね。そういうふうな小物入れだったりとか、パンフレットだったりとか、雑誌だったり、コーヒーメーカーだったり、まあコーヒーはね、たまに飲むんですけどね、最近ちょっとめんどくさいんで飲んでないですね。で、ここに漫画がね、あるんですけど、ここの漫画をどうにか処分して、まあ売ってね、どっかね、CD を置ける場所を確保したいかなと、今は計画立てております。で、最後にこちらがね、あんまり使わない。これがオーディオテクニカの A500 ってですね。これがソニーの Z900HD ってですね。で、ここにね、ナナさんのライブで使うペンライトとかね、入れたりしてます。これヘッドリップとかもね、こっちもこっちもつけてるんですけど、まあ、ここら辺にまた、だから使わないやつはね、ここにバーってかけてるんですよ。で、これがなかなかね、コストパフォーマンスが高い。オーテクよりちょっと安い SRH440 っていうね、シェアのモデルなんですけど、これなかなかいいですよ。で、これが、ベイヤーダイナミックの DT770 Pro という、あっちの、そうですね、兄弟機みたいなもんですね。DT990 Pro の。で、ここら辺にバーッとかけている。で、奈良さんのタペストリーがあって、で、最後に僕の座ってる椅子が、このエルゴヒューマンのエンジョイっていうモデルになりますね。なかなか通気性があって夏は快適なんですよ、これは。という感じで僕のね、部屋紹介はこんな感じです。いやー、なかなかね、紹介し尽くしましたかね。というわけで今回はね、こんな感じで終わりたいかなと思います。どうも皆さん、年明けましたので、本当にこれからもどうぞよろしくお願いします。明けましておめでとうって言いましたっけ？ちょっと改めて明けましておめでとうございます。すいませんね、後から後付けで、こんな感じになっちゃいまして。というわけで、こんな感じで今回終わりたいと思います。それでは今年もかかってこーい。バイバーイ。